あの福くんが来てくれるんだなという、まあ、気持ちがすごかったですね。まあ、一応いろいろ YouTube とかでも見ていて、すごい野球ができるところっていうのを知っていたので、すごい見てみたいなという気持ちはありますね。鈴木福圭斗を応援しているというところも SNS でご本人発信してるんですけど、はい、そうですね、もう本当嬉しいですし、本当光栄なことだと思います。一ファンとして会いたいなっていう気持ちが、はい、すごい強いですね。マルモの起きてから見てましたし、 YouTube チャンネルもよく見てるんで、とにかく今歌うめえなっていうイメージですよね。インスタグラムの投稿で僕のタオルを持ってくれてるっていうのももちろん知ってましたし、まあ、そういう機会でちょっと何度か、メッセージのやり取りもしたこともあったので、まあ、実際お会いするのが初めてで、あの僕からしたらちょっと恐縮なんですけど、まあ、その会えるのも楽しみというか、タオル持ってくれてる写真をその友人から聞いて見て、でまあ、僕ごときの写真を、僕ごときのタオルを鈴木福君が持ってくれるなんてって思ってたんで、その福界隈じゃあの人が頂点ですからね。なんでそうっす、よっしゃと思いながら、大体福って呼ばれたらもう福君じゃないですか。でそこに新星のごとく鈴木福君が現れたんで、まああだ名が丸もでしたよね。丸丸とかずっと、そうだったんですね。けどまあ可愛いからいっかとか言って、ね、しかもカープファンっていうのもあれじゃないですか、そのマツダのあれで出てくるんで、でそのどういったらいいんですかね、全然その野球ファンやからこっちとしてはめちゃくちゃ嬉しいんですけど、そのもうこのドラゴンズ対横浜戦にカープファンの鈴木福君が来るっていう状況を、そのファンの皆さんにちゃんとこう迎え入れてほしいなっていうのはありますね。その何しに来てんねやみたいな感じの雰囲気を出されるのは僕たちとしてはめちゃくちゃなんか心外なことなので、同じ野球ファンとしてこういう場で始球式をするっていうこと自体がすごい有意義な時間だと思うんで、その福君にはそんなこと関係ないからバシッと投げてこいっていうような感じで迎え入れたいです。頂点ですから、あの人もうそんなことにないがしろにする人おったら僕怒りに行きますから。あ、鈴木ゆきよです。よろしくお願いします。道の鈴木と福がもう鈴木と福なんですよ。どうもこんにちは。よろしくお願いします。ごめんね、インスタ乗っ取られてさ、ね、びっくりしました。連絡取ってたのに。去年のなんですか、練習で使ったユニフォームを。おー、はい、いいんですか。ありがとうございます。受け取っていただけたら。ありがとうございます。今年キャンプで使ってたんやけど、わちょっと使わんからよかった。ありがとうございます。ちょっと染みついてんねんけど。いやもう全然、もう練習用でガンガン使ってもらったら。いやいや、ありがとうございます。はい、はい、はい、いいなぁ。ありがとうございます。使ってくれた方が多分ありがたいと思う。まさか来てくれるとはマジで思わんかったから。打席立つよね。立ちます。はい、そう。絶対なんかカープファンやからうーって言ったら俺はやかましいって言って言うから。もう今日からもう2人のファンだったんですね。この間からです。ずっと前から。めちゃめちゃ最近。最近。いいね。そういう意味。去年からです。去年から。よかった。タオル持ってくれてるので、おかげでさ。めっちゃラインくんね。今日も持ってきました。マジでありがとう。ありがとう、助かるわ。福会の頂点。福くんのおかげで、あだ名が福ちゃんから福くんに変わってる。みんな福くんって、いいっすね、福さんいいっすね、鈴木っすね。だからよ。鈴木それは言い出したらキリや。言い出したらキリや。どうしようもない。本気で打ちます。振りに行きましょうか。振りに行きましょう。どうしますか。
せっかく野球してるんやからこっちもそれ相応のスイングしてるからそうのね。じゃあ大丈夫か？僕大丈夫ですよ。大丈夫か？昨日から準備してる。ちゃんと動画見てるからフォームのそれは分かるんだ。軌道分かるんだよ。結構大丈夫。いいフォームだよ。いやマジでいいフォームしてます。今からちょっとアップしてくるから。じゃあまた。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ、差し入れもありがとうございます。でもあれですか、やっぱモノマネはしたいというか。したいです。めちゃくちゃしたいです。投げ終わられての感想はいかがですか？いやなんかすごい緊張しちゃって、なんか前は野球始めたてだったんで、なんか開け投げれてたんですけど、ちょっと今回いいとこ見せなきゃっていうのが絡まれてしまいました。でもすごく楽しかったですし、なんか会場の皆さんがあのモノマネで笑ってくださったので、それは良かったです。またリベンジしたいです。始球式自体は6年ぶりぐらいです。5年ぶりですかね。
この中日の鈴木投手、福投手にすごい縁を感じてて、こうやってね、やらさせていただいて、なんかすごい鈴木福がこのチームでなんか、ね、こういうグッズも作っていただいたりとかで、なんかすごく楽しかったです。嬉しかったです。ドラゴンズファンの皆さん、僕鈴木福は鈴木投手、福投手とともに僕のことも応援してください。僕もドラゴンズ、カープファンなんですけど応援します。一緒に僕のことも応援してください。そしてまたちょっと始球式呼んでもらえるように頑張りますので、その時は皆さんぜひ見に来てください。